フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地ー県、オートイコールサボア県のコミューン。レマンコ近くの牧草地湖畔レマンコ岸の停車ブレー、平原に位置し、1087ヘクタールの面積を持つ、コミューンである。湖岸の長さは、約5キロメートル、標高は372メートルから439メートルである。2007年時点で、約1650人の人口があり、 スイスジュネーブ州のエルマンスと接している。レマン湖のアゼにあり、その保存された環境が観光資源となっている。シャンシュル・レマンは未だ広大な森林地帯と農村地帯がある、農村である。2005年3月22日より、シャンシュル・レマン、トゥーグ・サンにおいて、CGN 社がボート及びクルーズでのサービスを提供しており、コミューンはイボワールやジュネーブから船で、 約30分、エビアンデバンから1時間30分以内、ニオンから20分である。ジュネーブ公共交通のバス38号路線が通じている。1953年5月24日、デクレによってコミューンのシャンはシャンシュルレマンとなった。アルピタン語のコンフラン書記法によると、コミューンの名称はシャン、またはコンズと書く。コンズの語源は保証されていない。 ノルマンディの都市カーンに近いと提案するくらいである。カーンの中世の形態はカドーモであり、これはガリア語で戦闘の場を意味するカトゥーマゴスにつながる。また、アルピタン語と地元、サボワ人固有の応援変化も共に存在する。しかし、古い綴りがない場合、これは証明不可能な仮説のままである。古くは多くの住民が住んでいたため、 湖岸沿いに5カ所の水上集落が内陸では新石器時代、ガロローマ時代、ブルグンド時代の遺跡が複数発見されている。中世から教区とコミューンはキュシーまたはキュルシエト1860年代まで呼ばれていた。コミューンはジュネーブ白領に属し、サボアケとフォーシニーケの間の重要な戦略的位置を占めていた。3カ所の報道がキュシーを共有した。 法師に池に属死状のあったグレシエは、エルマンスーガン及び、湖からのアクセスを防衛していたが現在、消滅している。セルベットは、サボア伯領、そして最も重要なボールガールは、ジュネーブ伯領であった。コミューンの中心は当時、キュシーと呼ばれた場所にあり、革命で消失した、教区教会の礼拝堂が残っている。その後コミューンは、キュシーイコールシャン。 1866年にシャンキュシー、1872年、ゴロシャンとなった。1953年、デクレによってシャンシュルレマンとなった。1860年にサボアのフランス併合があり、コミューンはドゥベーヌ・オゴーリに含まれた。2015年からシエ・オゴーリに含まれ、このオゴーリは2014年のオゴーリ再編以降25のコミューンから構成されている。 シャンシュル・レマンは、トノン・レバン軍にあり、オートイコール・サボア県第5選挙区に属している。2017年の選挙以来、この選挙区選出の国民議会議員は、共和国前身のマリオン・レンヌである。2016年時点のコミューンの人口は2653人で、2011年、当時の人口より34.6%増加した参照元、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。